下落の話をいただきました。ビットコインの急落で$40,000付近まで下げ、$40,000付近まで下げ、下げ止まりの気配を見せておりますが、年末までの上げ目線と下げ目線の価格予想をしてみてくださいっていうのプラス、価格の最高値は遠のいたと思いますかというようなお話をいただいたんですね。で、これ非常に分かりやすい回答がちょっとあってですね、ビットコインの価格って頻繁に下がってますよね。定期的に下がってると言えるじゃないですか。で、なんかね、バランス取れてるんですよね、この下げのなんかタイミングが。で、だいたい 15% ずつぐらい下がっちゃってるんですけども、15%、10% から 15% 下がると、価格の予測がですね、1ヶ月ずれます。1ヶ月ずれる。それぐらいの感覚なんですね。なので例えば、じゃあ年末に、1000万超えるよみたいな形で予測をしてた場合、1回 10% の下落があると、それは来年の2月だねみたいな、ちょっと月ずれをするっていう形なんですね。1月でもいいんですけども、10% の下落イコール、30日間の、いわゆる余力というか、バッファーを見るみたいな、そんな感覚で見ていただければなというふうに思います。なので結論、多くの方が短期的には下がるっていう予測をするんですけれども、結果長期的には上げ目線なんですよね。それは世の中的な流れも見ててもそうなんですよ。別になんか短期的な下落っていうのはなんですかね、具体的な原因があるんですね。規制があったりとか、中国の会社が危ないとかですね、そういった直接的な原因があるんですけれども、ざっくりしたですね、漠然とした長期目線はどんどん採用されてるわけですよ。ビットコインというのはどんどんホルダーが増えていってですね、大きなお金が入ってきてっていうのを繰り返してますので、長期的には上がるよねっていうのは今のところそこの部分は変わっておりませんというところで、結果時間が長くなるだけで、価格は、上目線であるという形になります。で、基本的にはですね、全て、過去の価格のですね、トレンドのラインとかですね、抵抗のラインを全部正しく反発してたりしますので、そんなに下げ目線でも、$40,000を割るっていうのはなかなかしばらくはないんじゃないかなというふうには感じております。もちろんすごい大きなハッキングがあったとかだと、やっぱりその都度予測を変えないといけないんですけども、今現状これでバッドニュースが全部終わってですね、このまんまいくんであれば、やっぱり今が底根付近になってだんだん上がっていくんじゃないかなというふうには考えております。